はい、どうも皆さん、こんにちは。イずッこです。それでは今回なんですけども、第2弾セブンイレブンで PayPay700 ペイペイ円以上決済でチャムスのエコバッグが先着でもらえるキャンペーン、お得な使い方も解説ということで、先日少し動画にもさせていただきました、セブンイレブンでもらえるエコバッグの話題ですね。その第2弾に関する情報がまた来ましたので、そちらについてと、それの時に、まあ、セブンイレブンでのお得なキャンペーンもありましたので、まあ、それも含めてサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速ですね、お伝えをしていこうと思うんですけども、今現在ですね、セブンイレブンで PayPay のキャンペーンというのは開催されていまして、PayPay ペペジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンということですね。1等からまあ3等まで抽選があるんですけども、5%、100%、1000%というようなキャンペーンですね。まだ僕自身ですね、3等しか当たってはないんですけども、今回これに関連するキャンペーンというのは開催中でございます。 ま、それがこちらなんですけども、以前もちょっとお伝えしたんですが、PayPay で一度に700円以上、税込み700円以上決済すると、チャムスコラボのエコバッグプレゼントということになっております。数量限定ということですね。一応このキャンペーンに関しましては、1店舗あたり先着50枚、エコバッグがなくなり次第終了ということで、一応注意書きが出てたんですけども、 それの、なんとですね、第2弾が開催されるということになりました。で、日付なんですけども、なんと7月の18日の0時からということになります。まあ、この動画をアップするのがですね、7月の17日となっておりますので、その日付が変わった瞬間にですね、これに参加できるということになります。で、今お伝えしたようにですね、1店舗あたり先着50枚でエコバッグがなくなり次第終了となるので、まあ、前回開催された時は、第1弾の時に関しては、 結構ですね、ツイッターのトレンドとかにも上がってたので、かなり認知されてるような状況かなと思うので、まあ、この先着は結構早めになくなるんじゃないかなと僕は予想しております。まあ、前回ですね、僕はなんかギリギリというか普通にゲットできたので、もしかすると、 まあかなり厳しい戦いになるのかなというふうに勝手に予想はしておりますで、実際にですね、このエコバッグですね、前回動画でもレビューしたんですけども、まあ実際使ってるんですが、まあかなり使いやすいです。まあこんな感じでですね、まあ僕一人暮らしなんですけども、普通にペットボトル入ったりとかお菓子が入ったりとか、もう普通にスーパー行くには、まあちょうどいいぐらいのサイズのエコバッグかなと思いますで、意外とですね、こう街歩いてたら、やっぱこのバッグ持ってる人いるんですよ。しかも結構おばあちゃんとか持ってたりするので、あなんかちょっと親近感湧いて、なんか嬉しかったりしますね。 でですねこのエコバッグに関しては普通にポケットに入るぐらいの小さいサイズに収まることもできるので、まあ、普通に持ち運び自体もかなりしやすいエコバッグなのかなと思いますで今回ですね、まあ、このエコバッグを手に入れるため、まあ、税込み700円以上の決済というのが条件にはなってくるんですけども、まあ、それに関して今セブンイレブンでお得なキャンペーンがありましたのでそのお得な組み合わせということで簡単にお伝えをしていこうと思います是非参考にしていただければと思いますね まず一つ目なんですけど、こちらですね。三ツ屋サイダークレシック 500ml を1本購入すると、三ツ屋サイダー 500ml の1本無料引換券プレゼントということですね。まあこのキャンペーンに関しては、まあ以前ですね、僕も動画でお伝えをしたことはあるんですけども、まあ、単純にですね、今左側のデザインの三ツ屋サイダーを1本買ったら、右の三ツ屋サイダーが1本もらえるという認識で大丈夫です。 で、期間なんですけども、下見ていただいたらわかるように、無料引き換え券の発券期間に関しては、7月の14日からスタートしておりまして、7月の20日までとなっております。で、引き換えの期間に関しては、7月の14日火曜日から7月の27日の月曜日までとなっております。 で実際にその非会見なんですけどもこれも以前ちょっと動画でお伝えしたことあるんですが、まあ、実際にその例えば今回三ツ矢サイダーをですね5本購入したらご覧のように5個のバーコードがレシートと同時に出てきますこれはですね本当になくさないようにお願いします まあ、結構長いので出てくるときびっくりするんですけども、このバーコードを使って、先ほどの三つ屋サイダーと交換することができるというものになっております。念のためですね、簡単に計算すると、税込み15 151円、まあ、これを5本購入したら755円となりますので、 トータルで、まあ、5本無料の道約サイトがもらえる、プラス、まあペ、PayPay のキャンペーンにも参加できると。それに加えて、先着で、まだ間に合えば、エコバッグがもらえるということになります。まあ、これ、税込み700円以上が条件となりますので、まあ、ぜひですね、この組み合わせもありなのかなと思います。続きまして、こちらのキャンペーンも開催中でございます。 ポッカキリートーレモンダブルレモン5 0 0トルを1本買うとガブノミソルトライチスパークリング5 0 0トル1本と交換できるレシートクーポン無料控え券が発行されますということですね、まあ、概要としたら先ほどの三谷サイドと全く同じですで期間に関してはこれはちょっとずれ込みますね無料の控え券に関しては7月の14日から7月の20日これは先ほどの三谷サイドと同じですで控えの期間に関しては7月の21日の火曜日から8月の3日の月曜日までとなっております なのでこの日にちはですね間違いないようにお願いします。 で、こちらもですね、同様に計算してみました。1本が税込み15 151円。これをかける5本購入したら7、ね、5 5円となります。なので、それをクリアすることによって、5本無料をもらえる、プラス、PayPay j a に参加できると。それに加えて、まだ間に合えば、チャムスのエコバッグがゲットできるということになります。まあ、もう一つですね、まあ、ぜひこちら参考にしていただければなと思うんですが、まあ、僕が世界一好きなお菓子ということで、セブイレブンのバナナチップスチョコという、まあ、素晴らしいお菓子があるんですけども、まあ、もしですね、これを5個購入した場合、1個149円なんですけども、これを5 購入したら745円となりますのでこの場合は、まあ、PayPay ペペジャンボに参加できる。プラス、エコバッグが先着で間に合えばもらえる。そして、あとは幸せな気分になれるということになっておりますで。あとですね、セブンイレブンではこちらのキャンペーンも開催中でございます。これ少し前の動画でもお伝えをしました。LINE ポイントプレゼントということで、まあ、対象の商品を購入したら、50ポイントの LINE ポイントがもらえたりとか、20ポイントの LINE ポイントがもらえたりもします。まあ、簡単なシミュレーションまたやってみたいと思うんですけども、まあ、例えばですね、上の部分ですね、パウチ ゼリー対象商品ということで50ポイントもらうためには例えば左上のクラッシュタイプのこんにゃく畑ライトぶどう味これがですね税込1個173円するのでこれを4個購入したら692円になります。 で、それに加えてちょっと足りないので、うまい棒1本購入したらですね、702円になりますので、これで税込み700円以上の条件をクリアとなります。で、この場合どうなるかというと、ラインポイントが200ポイントもらえる、プラス、ペイペイジャンボにも参加ができると。で、それに加えてエコバッグがもらえるということになりますね。まあ、このエコバッグは先着ですね。そしてもう一つ、20ポイントサントリーの対象商品ということで、今回は一番右側のサントリーの天然水 550ml、こちらを今ピックアップをしております。まあ簡単に 計算すると1本ですね税込み108円なのでそれを5本購入したら540円になりますでバナナチップスチョコを購入してそれで149円でそれに加えてうまい棒を2本購入したら20円になるのでこれで合計が709円となりますこうなった場合どうなるかというとラインポイントが100ポイントもらえるそしてペーページャンボにも参加できるあとは幸せな気分とエコバッグが間に合えばもらえるということになっております まあそんなこんなで今回はペイペイとセブンレブンのキャンペーンですね。まあそれのエコバッグの第2弾のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。まあ本当ね、エコバッグ意外と僕も使ってみて使い方はめちゃくちゃいいです。まあですがまあデザインによっては人によってはちょっとあまり使いたくないなという方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、 まあ、おまけ程度に、まあ、ついてきたらラッキーみたいな感覚であれば、まあ、もらうのも全然ありなのかなと思っております。一応ですね、今回お伝えしたセブンイレブンのキャンペーンのリンク、あとは PayPay ペペのキャンペーンのリンクですね、それぞれ下の概要欄にリンク貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、7月18日、日付が変わった瞬間にですね、ぜひエコバッグ狙ってみてはいかがでしょうかということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日ですね、あの、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、あの、マイナポイントの話題なんですが、あの、D 払いですね。これがちょっと衝撃的な発表をしてたので、思わずちょっとおまけに入れさせていただきました。ま、あどんな話題かというと、ま、あ通常であれば、マイナポイントね、あの、5000円分まで上限でもらうことができるんですが、もし、その、決済方法で D 払いを選択した場合ですね、なんと上限2500円分まで申請されるということになりました。これ、マジでびっくりしましたね。 ま、D ポイントの期間用途限定としてもらうことができるということで、いや、ほんとね、結構ここまでトップで走り続けてきたのは、抽選とかを除けばワンオンがずっと強かったんですけども、まさかね、そのワンオンの2000円を抜いて2500円になったということで、いや、これはかなりマイナポイント。今、現時点では、本当 D 払いを選択する可能性はかなり高くなりましたね。 でちょっと細かいところは省くんですけども、もしマイナポイントで D 払いではなくて、D カード、クレジットカードの D カードを選択した場合は、ここは特典として500円分しかもらえませんので、ここは間違えないようにお願いします。 あくまでもスマホ決済の D 払いを選択した場合は2500円分もらえるということになりますので、もしですね、手堅く行かれる方の場合はまあ D 払い選択するのも全然ありなのかなと思いますけど、まだですね、僕は正直迷ってます。 まあ念のためですね、内訳こんな風に分かれておりました。上から見ていただいたら分かるように、一番上が元々マイナポイントとしてもらえる上限の5000円分、さらに D バレのもれなく1500円分 D ポイント申定。あとですね、まあ、下にも書いてある通り、さらにチャージまたはお買い物金額の5%還元ということで、これで D ポイント最大1000円分 D ポイントが申定されると。であとはトータルで7500円分の D ポイントがもらえるということですね。まだね、ちょっと期間はあるので、めちゃくちゃ迷ってはいるんですけども、現時点の候補で もう D 払いが結構ぶっっちぎりりななのかなと思っております一応こちらのキャンペーンのリンクも貼っておりますので是非気になる方はチェックしてみてください。ということでありがとうございました。